い、皆さんこんにちは、ケワイチヒデです。今日はワンポイントアドバイスです。よくお客様のお声を聞いてますとですね、あんな女優みたいに変身したいとか、とにかくあの子みたいに優しくなりたいとか、あの子みたいにかっこよくなりたいとか、いろんな比較をされてですね、ご要望があるんですね。で、一つだけアドバイスするとしたらですね、そのご自身のお顔をずっと変身させていく場合、一気に大変身をしないことなんです。まず眉、例えば、短い眉をされている場合は少し1ミリ伸ばすとか、逆に長い眉であれば1ミリ短くするとか、ほんの1ミリの世界ですね。1ミリだけでいいです。その1ミリを意識して、眉であれば1ミリ、アイラインであれば1ミリ、そんな風にして重ね技でですね、少しずつ変化させてください。一気に変化しようとしますとですね、脳は安定化思考ということで元に戻ろうとします。振り子の原理ですね。一旦キュッとこう急激に変化させてしまった後はまた戻らないと、なんか不安になるわけです。で、どんどんまた自分の自己流のメイクに戻ってしまうと、こういう方が非常に多いんですね。ですから少し脳が慣れるまでちょっとずつ変化させていきましょう。例えばそれが、7日間とか、14日間で21日って言いますね。21日経つとある程度その脳が慣れてきまして、もうそれが習慣化されています。その習慣化されるまで少しずつ変身するように頑張ってください。そういうことで今日はワンポイントアドバイスでございました。あなたの眉がきれいになって、そしてキラキラと輝いて人生楽しくなりますように。今日は石井でした。またお会いしましょう。